小西美香は、京都市上京区出身で、日本女子プロ野球機構に所属する、女子プロ野球選手。ポジションは投手であるが、当板のない試合では三塁手や、中堅手としても出場している。宇藤右ミギアイブフ女子ワールドカップに3回出場するなど、野球女子日本代表の中心選手として活躍する。一方、JWBL では、 リーグの第一人者の立場となっており、初年度の投手参観など数多くのタイトルを獲得している。兄の小西正則は2006年に行われた第16回、アイブフインターコンチネンタルカップ日本代表にも選ばれた社会人野球選手で、この年はミカも初めてワールドカップ代表に選ばれたことから、史上初の兄弟野球日本代表として注目された。他に、 姉が一人いる。小学校の頃、みんなホワイトホースで野球を始める。チーム唯一の女子だったが、6年時にはエースとキャプテンを務めるようになる。その後中学では陸上部に所属し、高校で男子野球部に入部するための体力作りに励んでいた。しかし、高校生の兄の所属する野球部の練習を見学したことで男女の体力差を、 実感し、ソフトボールへの転向を決意した。北佐賀高校では、京都選抜として国体に出場。龍谷短大では、ソフトボール選手権3位と、ソフトボール選手として、結果を残した。しかし野球を忘れることができず、短大3年時に、女子公式野球日本代表のセレクションを受け合格。以後、エースナンバー十八を背負って、 アイブフ女子ワールドカップに第2回、第3回と連続で出場するなど、名実ともに日本のエースと呼ばれるようになる。短大卒業後は、上田麗ら二人と公式野球クラブ、大阪ブレスを設立し首相を務める一方で、スポーツクラブのインストラクターなどのアルバイトや、上田の誘いで、リーフラス株式会社のベースボールスクールポルテで子供の野球指導をしていた。 2009年に日本女子プロ野球機構の設立が決まるとトライアウトを受験し合格。同年12月のドラフト会議で全チームから1位指名を受け、兵庫スイングスマイリーズへの加入が決定した。プロ入りが決定した時に小西が立てた2つの目標は時速1 3 0キロメートルを出すこと、リーグ初ホームランを打つことであった。 兵庫スイングスマイリーズ時代シンデレラインタビューを受ける。小西1年目の2010年は、最多価値、最優秀防御率、最多奪三振の投手三冠を達成。その他にも、投板数、完封数、投球回数など投手部門の多くの項目で、リーグ1位となった。野手としても、投類王のタイトルを獲得し、打点もリーグ2位となるなど、投打にわたって圧倒的な。 実力を見せつけ、チームの全後期連続優勝に大きく貢献した。なお、前回大会まで2回連続で代表に選ばれていた、第4回アイブフ女子ワールドカップには、気候側が、リーグ戦に専念するために、セレクションへの参加自体を見送る方針を示したため、選ばれなかった。2011年は、防御率は、アライボタルに次ぐ2位で2年連続の投手参観は、 逃したが、前年に続いて最多勝ちと、最多脱三振のタイトルを獲得。この年の登板数26に対し13関東を記録し、ちょうど、日本プロ野球機構の規定投球回に当たる144イニングを投げた。野手としては、7月23日の後期1回戦で、GPBL 史上初本塁打となる、レフト作小え本塁打を打ち二つの目標の片方を、 達成。最終的に2本塁打を記録して、本塁打王のタイトルを獲得した。2年連続の全後期優勝に貢献し、前年は、川谷須磨屋との比較で惜しくも受賞を逃した、MVP も受賞した。シーズン終了後に、リーグ3球団目となる大阪ブレイビーハニーズの、設立に伴い、大阪に移籍。大阪ブレイビーハニーズ時代小西より、 年上の選手がすべてリーグを離れ、リーグ最年長選手として迎えた2012年は、前年まで常時レギュラーで出場していた選手は、小西と国母篠野の二人だけというチーム事情の中で、大黒柱として期待された。序盤戦は、負けが込むチームの中で、自身もプロではこれまで例がないほどの不調に苦しみ、4月8日の、京都アストドリームス戦で4回途中8。 失点こされた際には、どん底に落ちたとまで発言している。しかし次の当番となった4月14日の古巣、兵庫戦でチーム初勝利となる関東勝利を挙げると、次第に復調し、第5回アイブフ女子ワールドカップ、日本代表にも2大会ぶりに選ばれ、2勝を挙げて、日本の3大会連続優勝に貢献する。なお小西は、過去に出場した、ワールドカップ、 および女子プロ野球では一貫して、背番号18をつけてきたが、この大会では、里藤美が前回大会に続いて18をつけたため、兄の生息も日本代表でつけた背番号20で、プレーした。リーグ戦では前期は、序盤の不振が響いて5勝5敗の5分の数字だったが、後期は6勝3敗の数字を残して、後期優勝に貢献。ただし、 過去2年間3割を大きく超えていた打率は、規定打席到達者では、下から2番目となる。231に終わった。11月5日に行われた京都との、総合優勝決定戦では5失点ながら、関東、さらに、ホームランを打ったり決勝点となる、押し出し支給を受けるなど、投田ともに活躍を見せた。この年は値、MVP、最多勝ち。 最優秀防御率に加えてこの年から表彰となった最タイニングのタイトルを獲得。小西を含む5人が並んだ本類打王も優勝決定戦でのホームランが評価されて単独の受賞となった。なおこの年 GPBL は観客数が前年の約3割に激減したことからスポンサーを務める若さ生活社長の角谷健 明るちはこの年限りでのリーグ打ち切りを一旦決断するが、年間40試合、しかも7イニング制の GPBL において、NPB の規定投球回並みのイニングを投げ、優勝決定戦でも自らホームランを打った、小西の姿を見て本位したとコンベンションの場で述べ、それを聞いた小西が泣きながら挨拶するというシーンがあった。ウエストフローラ時代2013年は、 関東進出に伴うリーグ再編により関西地区のウエストフローラに所属することが1月17日に発表された。ウワストフローラは小西の地元である京都アストドリームスの後継球団であるが小西は前年までの関西3チームの中ではアストドリームスのみ在籍経験がなかったためやっと京都の人に応援してもらえるとチームのブログでコメントしている。 また、この年は、プロ4年目で初めてチームの首相を務めることになった。2019年11月1日、今季限りで、女子プロ野球リーグを退団することが発表された。引退後2019年12月に、故に、ンプロジェクトとして、世界の野球普及活動を開始。ありがとうございます。